こんにちは、アードです。今日はですね、もう一回日本語での動画を撮りたいと思います。イエーイ、ポチポチポチ。今日はですね、ゆっくりしてるの日なので、ちょっと前菜を食べたいと思います。で、その間でうちの大好きなお店を紹介したいと思います。まあ、沖縄の出身の中でめっちゃ有名なところですが、こっちはね、新しい同じのオーナーからの店なので、そっちは全然沖縄でも沖縄の出身でも そっちの店は全然知らないらしくて、なので、まあ、そっちの店は行きたいと思います。本物の店は名古屋の方で、まあ、有名なところは前菜ですね。いろいろのミルク前菜とか、いちごミルク前菜とか、あとはレインボーコラの前菜ですね。で、名古屋いつも行くときは必ずそこに食事します。で、その後がね、いろいろ名古屋の頃遊んでて写真撮ってという感じですね。で、戻る瞬間が同じの通り道だから、もう一回そこの店行ってで前菜食べるの流れになってます。私にですね、結構スタンダードですねなので、まあ、新しいお店に行きたいと思います。で、今はですね、昼頃だから混んでるかどうかはよくわからないんですけれども、どうだろうな、多分混んでない、平日でも。まあ、見てみよう。で、ところですけれども、こちら沖縄の美術館のところですね。でも、で、そこはね、めっちゃいい公園がありまして、で、平日でも、まあ、週末でも、なんかゆっくりしてるのところはいいところですわ。おすすめします。でもね、うちのところから結構遠いですね。多分30分か40分がかかりますね。那覇の方が近いだからですね。で、那覇までは私のところは25分か30分ぐらいかかりますので、こっちはね、多分40分ぐらいかな。まあ、でも全然今日はそうですね、予定がなくてゆっくりして感じだから全然大丈夫。時間がかかるでも全然大丈夫。よかったら喋りながらツーリングしましょう。ツーリング、前の動画紹介したんですけれども、うちのバイクですね、最近に買ったのジクサー150、スズキのジクサー150、すごくいいバイクですね。で、まあ、新しいものではないので、ちょっとですね、ラッキーパンチでしたね。めっちゃあれだね、今は2000キロぐらいで、買った瞬間が1200でしたと思う。1200ぐらいですね。すごく新しいものっぽいですね。あー、赤信号やべー。なので、まあ、このジクサ一緒に沖縄ライフと死んで暮らしています。ぜひよかったらこの動画って感じですね、ゆっくり沖縄ライフ過ごすの外国人でも登録したい。変態ジョークや面白いものを見せたいと思います。ぜひぜひ登録してください。ライクもお願いします。で、ちなみに私はインスタグラムはも持ってますので、よかったら。で、インスタグラムですね、私は一応フォトグラファーなので、そちらうちの写真がずっとアップロードしてます。まあ、人気、俺言うはあれだけど、結構人気ですね、インスタグラムで。ぜひぜひ登録してください。よし、ちょっと家でストップしたいと思います。またな、ほな、またな。よし、これでもう一度スタートしたいと思います。ですね、アクションカメラの電気はちょっと切れてって、なんか意外にあれ 20% だけ残ってるって感じなので、ちょっと10で握りましたですね、家に。さすがね、ちょっとやばかったかもしれないですね。言った通り、前菜食べたいと思います。今ね、傘がちょっと、うわ、やばい。ちょっとやばいになってるんだけど、多分天気今日、そのままで大丈夫と思うけどね。まあ、行きましょう。なんかね、この2カメラはどう思います？携帯なんだけどな。多分揺れています。めっちゃ。
でもね、まあまあまああれだね、アクションカメラない、2杯目ないから、こういう感じでなんか微妙な感じで行きたいと思います。先生進まないねこれ。よし、道ねあんまり知らないんで、半分の道ぐらいもうわかんねえって感じなので、まあ一応そっちのカメラを消して Google マップス走ってで行くって感じですね。早く早く撮らせてくだされ。行きます。風が強い。いいここだね、ここ。明日ですね。俺の誕生日だから、32歳になります。すごいね。あっという間でしたね、マジで。ここに、ピチピチママで来ましたね、この国。もう、おじいちゃんだよ。お尻見てるでーって。やだな、肝。で、なんかします？誕生日。いや、何にもしない。仕事しながら。うーんって感じだから。うん。まあいいや。別に、誕生日の日はちょっとね、全然気にしないの人だしね、私。うん。まあ去年ね、うちのエリスの友達の家行って、で、そこにちょっとパーティーみたい。ね、ピザパーティーやりましたね。でも今日ね、多分何もしない、そのままで仕事9時から9時までの流れかな。うん、まあ今日みたいの誕生日デザート食べに行こう。あれ、よし。 Happy birthday to you. Happy birthday dear Adrian. Happy birthday to you. Oh yeah. Nice style ね。お、見て見て見て、今動画マップス撮ってますって感じ。面白いなこのやり方。うん、悪くないんだ。でも多分めっちゃ揺れてるんだけどねこれ。あー、田舎いいね、マジで。これずっと東京で見えないんで、やっぱり田舎いいね。東京超苦手。まあ、長いで頑張りましたね、東京。2年ずっと。あー、痛い。もう背中痛い。それ考えたらもう背中痛い。よいしょ。まあでも後悔しない。すごく日本語上手上手になって、でまあ今、普通に生活できる。日本語、まあ、英語喋れないのところでも、普通の生活できるはいいことですね。もうほぼほぼ日本人ですわ。私。超外国人だけど。ね、今気づいたなんだけど、動画撮ってなかったんだな、マジで。アホアホボケナスアホアホアホ。あら、蝶見て見て。蝶だわ。知らないで。キュッキュッ。やべ、ぶつかりそう。気を好きな、蝶。お、落ちないでね。よし、行こう。で、今、那覇に向かってますね。これはもう、トミウスクのところですね。ここら辺はいろいろのお家探してて、でも結局そっちの不動産がまあ外国人だからね、無理でしたね。日本人と結婚してないし、でこっちは家族がいないし、なので保証人がまあ大変でしたわ。でもね、今のところは友達から保証人されて、でそっちの不動産 OK でしたですね。珍しいだけどな。超大変でしたわ、ほんまに。でこの家もう1ヶ月ですかな。1ヶ月そこで住んでます。まだ慣れてなくていろいろ大変だけど、まあ東京に比べたらね、こっちは天気がいいし、そんなにお金使えないし、いいところですわ、ほんまに。で、なんで関西弁喋っとるんかい？いらっしゃる方と思うんだけど、私ね、2ヶ月ぐらい京都で住んでて、でも結局、その関西弁憧れて、で、関西弁大好きだから、あ、そういう癖ですね。うちの日本語、悪くないと思うんだけど、面白いですよ。ねえ、どう思います？こっちは何？こっちはこう、で、これは？なんだろう？沖縄ライフ。あら、開けなーい。なんで？沖縄ライフ。じゃあ、行きまーす。で、こっちからはどうすればいい？Google マップ。ちょっちゃいんだけど、全然見えないんですね。それとか。
それとかな。あ、場所もわかる。あー、あ、わかったわかったわかった。あー、ここはね、トミグスクの真ん中だね。うん。こっち続いたら、トミグスクの、なんか、お名前わかんないけど、竜の滝でしたっけ。まあ、いいところですわ。そうそう、ポチポチ。うわお、やば。いや、なんも見えねー。やべー。太陽ね、まぶしすぎて携帯もう全然何も見えねえ。ちゃんと道知ってるのかな俺。あ、いいね、トミグスク悪くないやん。ストレート、ストレート行く。いやー、これ字幕やるわ、だるいっすね、ほんまに。でもね、まあ日本語の方は悪くないですね。毎日日本語喋ってるだから、多分日本語の方が、まあ、マシですね。うん。英語はちょっとね、ギシャギシャだね。あんまり使えないんで、そうですね。スペイン語と英語も、ほとんど忘れてるって感じ。あ、しょうがないね。バイクがいっぱい。俺の方がかっこいいんだけど、なんか文句あんの。やべえ、長。じゃあ、携帯の動画を止めようかな。で、ちゃんとマップ見ようかな。あれ？おい。ウェイ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 。There we go。OK、あと20分、7キロ。全然遠くないし。でも、あれだね。飛んでますね、道。看板、少なる、ここ、来るなくて。かっこいいね。スペイン人さんの YouTube の看板、作ろうかな。なんか、スティッカーとか、こっちのバイクで面白いじゃん。よいしょ。でね、このバイクの燃費？燃費だった日本語で。さあ、すがすごいわ。めっちゃ走ってるんだけど、仕事行くでも、でも、見て。まだ、ほぼほぼ満タンじゃん。すが、このバイク。いや、この車大好き。かわいいじゃん。日本はね、その車が多いっすね。その、スクエアみたい。海外は全然それ売れないんですね。かわいいけどな。でも、外国人は、なんか、かっこいいの車の方がいいですね。もっと、スポーツ系的って感じですね。こういう丸々じゃなくて、スコヤみたい？ボックスみたいのやつ？まあ、便利だけど、海外は全然人気ではないね。多分、絶対売れない、それ。まあ、日本はね、素晴らしいところもあるし、変なところもあるんだな。やっぱり。こっちで渡れない。渡らないか。それとか。残念。あれ？ああ、びっくり。よし。あと15分ぞんざい食べるぜ。まあ、沖縄のぞんざいはちょっと特別ですね。他のところはぞんざいは、まあ、ぜんざい考えたらぜんざいは温かいものですね。でも、こっちはね、ぜんざいと餅、下にする。で、上はね、オントップは、かき氷ね。それは沖縄スタイルの繊細。まあ一応ここはずっと、まあ半年以上暑いんで、暖かいもの食べたくないわ逆に。よく沖縄そば暖かいで食べるんだな、沖縄人。でもね、お菓子はほとんどは全部冷やしてるね。で、こっちは左か。で、もう見ての通り、那覇に到着した。いやー、ここにね、走るは全然楽しくないね。人混み、車が多いし、狭いし。あと8分か。那覇ね。那覇は見て。あれ、電車もあるし、行っちゃったけど。で、ファミリーマートとか、スーパー、全部、距離があんまりないんで、全部、まあ、便利な街ですね。これでね、間もなく到着します。東食堂ジュニアに向かってます。確かにここら辺だね。で、こちらですね、前の花下公園。で、ずっとサーカーやってます、ここ。何回でも来ましたら、何時でも、ずっとサーカーだな。いいね。サーカー懐かしいね。で、見て、カバン。東食堂。次の信号左へ。いや、間違いなく、次の信号左へ。あなたも東食堂に行くんですか？うん。やべえ、眩しいね。ほら、入り口でもこっちではないぞ。こっちだぜ。で、私の場合は、もっとそっちから入る。ダッシュね。ここら辺、なんかこの車、なんでここ、あれ？変に止めてない。うん、ここでいいや。うん、ここで。うん。よし、到着。食べに行く。
わあ、これですごく満足になりました。美味しかったなマジで。じゃあ帰ろうとしようかな。うん、よし、これで帰ろうと思いますが、全然マップしてないんで、ちょっとゴロゴロって感じですね。見てみようって感じですかね。お、これめっちゃいいところじゃないですか。ピッツェリアとかガストもあるし、いいなここ。全然知らなかった、このお道で。どこに行くこの道、全然わかんないんで、一応なんか面白そうだから行ってみようかなって感じですね。で、ここはどこ、あ、あれか、あー、これはね、多分那覇に向かってるんだね、ここら辺で。あれ、クリスト、あれ、免許ですかね、これ。いや、かっこ悪いだけ。あ、わかった、今どこにいる、わかった。変なところに来ましたね、俺。ここから入ったことないかもな、俺。あー、なるほどね。もう上にいますね。あー、面白い道スキップしたな、残念。よし、うえー、いい景色ですね。ここにね、たまに来ますね、景色見るのためにだけ。こっちの公園が好き、景色すごくいいんだから。街全部見えるから。あれ？これあったっけ？このロード。あ、欲しくねえわ。あ、いいね、ここに走るって。ここまで？おー、いいね。ここはバイクしか乗れないか。すごくいい景色。で、俺はまっすぐで住んでるね。よし、入ろうか。汗と自分の涙で、翼でみんな全部、きっかけとです。うわー。このロード素晴らしいよね、マジで。おお、いいね。わあ、ナイスカーブ。あんまりいいカーブがないね、ここら辺な。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。登録ぜひいいボタンを押してください。とまたな、さよなら。